こんにちは、カナダ在住の山達です。注目裁判2選ということで話をしていきたいと思います。はい、これから始まるもの、またはもうすでに始まっている裁判で注目を集めるんじゃないかっていうものを2つ皆さんに紹介していきたいと思います。で、最後におまけの話もしたいと思いますから、ぜひ最後までお話聞いていただけたらというふうに思います。はい、で、まず最初はロシア疑惑に関する裁判ですね。ダーラム特別検察官を中心としてロシア疑惑をめぐる捜査が進んでいるわけなんですけれども、その裁判の第2ラウンドは10月11日に予定されています。そもそもロシア疑惑っていうのはこれ過去に何度もお話ししていますが、トランプ陣営とロシアが結託をして2016年の大統領選挙を盗もうとしたっていうね、でっち上げがあったんですよね。実際は民主党資金で作られた嘘物語だったわけなんですけれども、その嘘に関与した連中たちの責任を取らせるっていう裁判が第一ラウンドとして、マイケル・サスマン被告だったんですよね。FBI に嘘をついたということで起訴されたんですが、まあ残念ながら結果としては無罪評決っていうことになったんですけれども、これ一応その無罪だったからもう意味がなかったっていうようなそういう意見もあるんですが、僕はそうは思わないんですよね。あの裁判通じていろいろな話が出てきました。まあ特にその中でも一番でかいものといったら、ヒラリー・クリントン本人が直接関与してたというようなことが分かってきたわけなんですよね。で、これに関して、で、それでヒラリーが罪に問われないと意味ないじゃないかって思うかもしれませんが、それは確かにその通りなのかもしれませんけれども、でも、その事実が世間に知られたわけなんですよね。それ僕非常に大きなものだと思いますから、今まで陰謀論っていう言葉で片付けられていたものが、真実だったっていうことが分かったっていうことが非常に大きいと思うんですよね。はい。っていうような話が第一ラウンドであったんですね。はい。で、ちなみにそれよりも前に実はクライン・スミスっていうね、FBI の顧問弁護士が、証拠を捏造したっていうことでね、ダーラム特別検察官に捕まってたんですけれども、はい。まあ、それは、まあ、今回いいですね。横に置いておきたいと思います。はい。で、今回第2ラウンドっていう形で、次はイゴール・ダンシェンコっていう人物の裁判が控えているんですね。彼は、そのロシア疑惑って、まあ、でっち上げだったわけなんですけれども、そのでっち上げの大元になっているのが、スティール文書っていうものなんですね。もともとイギリスのスパイをやっていた、クリストファー・スティールっていう人物がいるんですが、彼が立ち上げたオービスっていう会社だともう一個の会社で共同で作ったのが、このスティール文書っていうものなんですね。で、そのスティール文書の情報源となっていたのが、イゴール・ダンシェンコ。で、FBI が実際にその捜査を始める前に、裏取りをこのダンシェンコに直接取ったわけなんですが、その際に FBI に対して嘘をついたよっていうような罪で、合計5つの罪で今回起訴されているんですね。はい。まあなのでこれからどうなるかっていうところなんですが、やっぱり一つ気になるのがですね、FBI が被害者でしたっていうポジションなんですよね。本当にそうなのかなって思うんですけれども、その辺引っかかる点があるんだけれども、まあただ、まあちょっと、まあこれはね、一歩譲らないといけない点なのかもしれませんね。はい。で、さらにですね、ここ最近分かっていることとしては、イゴール・ダンシェンコのさらにその先の人間がいるっていうところで、イゴール・ダンシェンコの情報源となっていたのが、ヒラリー陣営のスタッフの中でも重鎮の一人である、チャールズ・ドーランだったっていうことも判明してるんですよね。なので、今回のダンシェンコの裁判を通じて、またさらにヒラリーが直接関与してたんじゃないかっていう話が出てくる可能性があるわけですから、期待が高まっているわけなんですね。はい。で、そんな中、ワシントンエグザミナーが報じたところによりますと、検察側の証人として裁判所に30人を召喚要請したってことが明らかになったってことなんですね。これまで要請ですから、裁判所が認めるかどうかはわかりません。で、そういうところもありまして、対象者が誰なのかっていうところも明らかにされていないわけなんですけれども、また多分大物がいっぱい出てくるんじゃないかなっていうふうに予想されています。で、この裁判なんですが、サスマン裁判と大きく違うところがあるんですね。っていうのも、サスマン裁判これ終わった後に、まあ、いろいろ言われたんですけれども、ワシントン DC で裁判があったんですね。で、それに関して、バージニア州でやるっていう手があったのになんでそっちにしなかったんだっていうふうに言われてるわけなんですが、今回このイゴール・ダンシェンコの裁判、バージニア州の連邦地裁でやられるんですね。はい。で、これ何が違うかって言ったら、結局これ陪審員裁判になりますから、その陪審員が何のバイアスもかかっていないニュートラルな人ばっかりかって言ったら、そうじゃないんですよね。で、今回バージニア州は、陪審員の政治的バランスが多分取れると思われるんですね。っていうのも、これ、詳しいことは前のそのサスマン裁判の評決無罪でしたっていう動画をね、一応概要欄に貼っておきますから見てほしいんですけれども、ワシントン DC って圧倒的な民主党率なんですよね。で、それに対してバージニア州っていうのはある程度バランスが取れていますから、例えばこの前のこのサスマンの裁判って、
トランプが死ぬほど嫌いですっていうふうに言ってる人がそのまんま陪審員に採用されてて、一方でそのトランプをサポートしてますっていうふうに言った人は跳ねられるっていう、若干ちょっとバランス取れてないんじゃないかみたいなところがあったわけなんですよね。はい。そういう指摘があったわけなんですが、今回バージニア州の方は、まあ大丈夫かもしれないと。はい。で、ちなみに裁判担当するのは、ちょっと過去の判決をね、ちゃんと見てみないとわからないんですが、ブッシュジュニアが、指名した裁判官が今回担当するっていうことなので、まあ、保守系判事っていうふうに言うことができるかなと思うので、まあ、ある程度、この前よりかはマシなんじゃないかとも言われています。まあ、この前のね、裁判官は僕はそこまでバイアスはなかったと思うんですが、最後の最後までは。はい。まあ、いいや。はい。とりあえず、まあ、そんな感じでバージニア州で裁判ありますよっていう話なんですね。で、このロシア疑惑裁判、10月11日にスタートしますので、まあ、サスマンと同じ日程だったら、10月11日に陪審員選定が始まります。で、多分10月末までに評決が出る可能性があるんですよね。まあ、もちろん今回サスマンの時と違って、サスマン1個だけの罪だったんですが、今回ダンシェンコ5つですから、もうちょっと伸びるかもしれませんけれども、でも少なくとも中間選挙の投票日11月8日なんですが、それよりも前に評決が出る可能性は非常に高いわけなんですね。はい。っていうことで、投票日にも影響出るでしょうし、あとはそれよりも前に出れば、当然期日前投票のタイミングに被りますから、そこにも影響が出るかもしれないと。いうことなので、今回のこの裁判って、ただ民主党の悪事がばらされるだけっていうだけじゃなくて、その影響っていうのが中間選挙に直接出てくる可能性もあるわけなんですね。はい。まあ、っていうようなところで、これは非常に楽しみっていうことで、はい。もちろんですね、有罪評決が出ることに越したことはないです。当たり前ですけどね。はい。ただ、サスマン裁判と同様にですね、民主党が裏でしていた悪事っていうのを、どれだけ明らかにすることができるかっていうところが重要な点だと思いますから、まあ、そういう観点でこの裁判を追いかけていきたいなというふうに思います。はい。ということで、また10月の中旬くらいからですかね、毎日のように、裁判ネタをですね、連続でやっていきたいと思いますし、あとはこれからですね、後半前の整理手続きが始まって、そこでもね、前の、サスマン裁判の時もですね、いろんな話がポン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 出てきてたんですよね。もうダーラムがどんどんいろんな、すごいネタを突っ込んできてましたから、まあ、多分そういう展開がまた起きると思います。ということで、これからこのロシア疑惑裁判盛り上がってくると思いますから、随時追いかけていきたいと思いますけれども、とりあえずこんな感じで、これからまた面白い裁判が始まるよっていう話がまず一つ目ですね。はい。で、二つ目がですね、バイデン政権の検閲裁判なんですが、これね、多分あんまり知られてないんですよね。ただかなり重要な裁判だと思います。とにかくもうこれから先のことを見据えると、非常に重要なものだと思うんですが、これ何かって言ったら、ミズーリ州とルイジアナ州の二つの州が、バイデン政権とビッグテックが結託をして検閲をしてるっていうことに関する提訴を5月の段階でしていたんですね。で、その、迅速な手続きを求めるものが一つ受け入れられまして、で、命令が一個出てきたんですが、7月12日に、ルイジアナ州の連邦地方裁判所が、バイデン政権とビッグテック、これビッグテックはGoogle、Facebook、そして Twitter ですね、その3つのビッグテックに対して、30日以内に、まあ、どのようなやり取りを、公の非公開の場でやっていたかっていう、その情報開示をするような命令を出したんですね。はい。まあ、なのでこれから、バイデン政権のやっていたその検閲の実態っていうのが、徐々に、まあ、みんなわかってるけれども、まあ、真実として出てくる可能性があるっていうところなので、これはね、面白いことになってくるかもしれないんですね。はい。で、ちなみに今回のこの裁判、被告になってんのがバイデンだったり、さっき元報道官だったり、ファウチだったり、あと、マヨルカス長官って若干三股又蔵っていう芸人に似てません？はい。まあ、どうでもいいですね。で、あとは、ジャンコビッツってですね、元々、僕は心理省って勝手に名付けてますけれども、の長官候補とか、このあたりが、名を連ねてるわけなんですけれども、彼らがですね、特にファウチが何やってたかとか楽しみですよね。まあ、すでにファウチと Facebook の間のメールのやり取りとかってバレてますから、ただもう、多分もうちょっと違う、もっとやばいようなものも出てくるかもしれませんから、この辺ね、かなり面白いことになってくるかもしれないということですね。はい。で、ちなみにこの裁判自体の引き金になったのは何かって言ったら、この心理省なんですね。はい。まあ、正確に言うと情報統治委員会っていうものだったんですけれども、それをバイデン政権が設立するっていうことを発表したんですよね。
ただこれの目的がもう明らかに検閲を強化しますっていうところだったので、これに反応する形でミズーリ州ルイジアナ州が連名で、裁判を起こしてそれを防いだっていうところがあるわけなんですけれども、はい、まあこれからのその検閲をめぐる動きに非常に大きな影響を出してくると思いますし、ファウチが裏で何をやってたかとかね、そのあたりも分かってくると思いますから、これはね楽しみにしておきたいなというふうに思います。はい、とりあえずこれから30日以内にですね、なんかいろいろ出てくるかもしれないということですね。はい、で、一応ちなみにの話をしておきたいと思うんですが、じゃあ具体的にどんな、話題に関する情報が出てくるかって言ったら、裁判所が具体的に触れてるのが、まず一つ目が、バイデンの息子ハンターのパソコン問題に関する検閲がどのような、指示があったのかとか、どのようなやり取りがあったのかっていうところ。で、二つ目が、コロナに関する研究所流出、これも、まあ今現在もそうだと思いますが、徹底して検閲されているわけなんですが、で、陰謀論だなんだかんだって叩かれてましたが、あれが、まあ、徐々に真実なんじゃないかみたいな感じになってきてるわけなんですよね。はい。っていうことで、それに関する検閲の情報。で、あとはマスクとかロックダウンの効果に関しても徹底して検閲されていたというか、今もされてると思うんですが、まあ、それに関する、情報。で、あとは、選挙の清廉公決性ってちょっと日本語だと変かもしれませんが、まあ、公平性とかを保つ、会話であるとか、あと郵送投票の問題点指摘するものに関しても検閲食らってたんですが、それに関してもバイデン政権とかから何か指示があったんじゃないかとか、そのあたりの情報がこれから出てくるっていうことなんですが、例えば特にですね、このハンターのパソコン問題に関しては、2020年の大統領選挙の結果に大きな影響を与えた可能性があるわけなんですよね。はい。その点も踏まえて、今回の話っていうのは非常に大きな意味を持ってくるのかなっていうふうに思いますが、ちょっとここに関して一つだけ、再放送しておきたいと思うんですが、これ何度か皆さんに紹介しましたが、2020年の大統領選挙が終わった後に、激戦州であったアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ウィスコンシンの中で、バイデンに投票しましたよっていう人たちに対して、これら8つのニュース知ってましたかっていうアンケートを取ったんですね。で、知らなかったとして、じゃあ知らなかった、もし知ってたら、投票先をバイデンからトランプに変えていましたかっていう質問も合わせてしたんですね。で、それがこんな感じなんですが、質問事項をバーって並べていくと、一番上がですね、バイデンがそう、いわゆるセクハラ系のことをやってたっていう話ですよね。これそのトランプ大統領がその変態だとか、セクハラ三昧だとか、女性蔑視でうんぬんかんぬんとか、ギャギャ言われますけれども、まあ、それ言うのはいいですわ。じゃあそれ言うんだったらバイデンも同じようにフェアに扱うべきなんじゃないかっていうところがあるわけなんですよね。でバイデン実際どんな感じなのかって言ったら彼もいろいろあるじゃないですかね。そこに関して知っていたかどうか。で二つ目がハンター・バイデンのそのパソコン絡みの話とかですよね。で三つ目がカマラ・ハリス副大統領が極左ってこと知ってましたかっていうこと。で四つ目がトランプ政権下で、経済が 33.1% 伸びたの知ってましたか。1110万人分の雇用を生み出したの知ってますか。中東和平成功したの知っていますか。エネルギーの自立をすることができたの知っていますか。で、オペレーションワープスピードはワクチン接種関連ですよね。はい、に関するものをやったことを知ってましたかというようなことをバーって聞いてったところ、最も選挙の投票先に影響を与えたものがこれなんですよね。ハンター・バイデンのそのパソコン絡みの話、これ知ってたら、いや投票先変えましたよって人 9.4% もいたわけなんですね。もちろんこれ世論調査ですからある程度のね誤差はあると思うんですけれども、ただ多くの人がそういうことを言ってるわけなんですよね。はい。まあ、なのでこのハンター疑惑って最初はねニューヨークポストがボーンって報じて、でそれが即検閲食らったんですよね。全力の検閲食らったわけなんですよね。でその後ポリティコにその専門家とやらがいろいろね意見書を出して、まあその意見書をポリティコがねじ曲げて、あれはロシアの陰謀だみたいな感じに話をすり替えて、で徹底して検閲させたわけなんですよね。まあなんですが、もう皆さんご存知の通り、実はパソコン本物だったということが分かってきているわけなんですが、はい、まあその結果がこれなわけなんですよね。で、正確にもしかしたら、もしこれが全部しっかり報じられていたらどうかって言ったら、選挙人票はトランプ311人、バイデン227人だった可能性があるわけなんですね。つまり選挙結果がひっくり返っているわけなんですよ。まあ、どこの国もそうなんですが、メディアがどうしても偏っているんですよね。この偏りっていうのがもし解消されていたら、結果が違っていたわけなんですよ。いかにメディアの重要性、いかに検閲の恐ろしさっていうのがあるかっていうのがわかると思うんですが、特にこの今の世界の混乱の諸悪の根源って絶対バイデンじゃないですか、正直ね。で、そのことを考えると、
このビッグテックを中心として検閲をしていた罪ってかなり重いと思うんですよね。なので、その辺のことも踏まえて今回の裁判っていうのは非常に重要な意味を持つんじゃないのかなというふうに思っています。はい。っていうような、まあ、過去の話もちょっと今振り返ってみましたけれども、とりあえずこういう点を持ってもかなり重要な裁判が今実は進んでるよっていうお話です。はい。で、最後におまけの話をするとですね、イーロン・マスクがツイッター買うのやめたみたいなことをやったら裁判になったじゃないですか。はい。で、その訴状の中ね、バッて見てみてちょっと笑っちゃったのがですね、イーロン・マスクがかつてですね、アグラワル CEO のツイートに対して、返事で一つだけうんこの絵文字で返したことがあったんですけれども、それがね訴状の中に入ってるんですよ。その、マスクがなんていうでしょう、そのバカにするようなツイートをやってきたぜみたいなことを書いてるんですけれども、そうどうでもよくねって思っちゃうんですけどね。はい、まあ、こんなものもあったわけなんですけれども、まあとりあえずねボットをめぐる戦いがねまだまだツイッターは続いてるかなっていう感じですね。はい、っていうまあ最後は完全おまけの話なんですが、とりあえずですね今注目の裁判が実はありますので、特にロシア疑惑のやつはこれからどんどん盛り上がってきますし、検閲絡みのものに関してもこれから皆さんの生活に直接影響するような大きなものになってくると思いますから、続報が出てきましたらまた皆さんに、ね、お伝えしていきたいなというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は朝になってまた床に転がっていたデブタヌでお別れをしたいと思います。もうなんかねベッドで寝ると暑いんでしょうね、床でね寝てました。でこの前僕もね床で寝転がってみたんですが、気持ちいいっすね。ひんやりしててね。はい。なんとなく猫の気持ちが分かりました。はい。っていう、デブタネでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。